こんばんは。よいしょ。今日は10時半からなんですけど、ちょっとお家でさせてもらおうと思ってお家でしています。ありがとうございます。楽しかったな今日。たくさん一番ありがとう。はなちゃんナイスブンブン、ありがとう。ナイスブンブン。ドナルドさんありがとうございます。あれ、またバグってるな。みんなのアバター見えないんだけど。あれ、なんか始まってすぐは見えん、一回落とさないと見えないのかな。ワンガンさん、あ、暑かった東京。こっちもめっちゃ暑かったです。今日びっくり、すごかった。猫さん、大将さん、あ、魚谷プロすごかったんや。で、見れてなくて今日。昨日か。え、今日やってないもんね。だってほんな、それ見れてないな、まだ。カルビーさん、あ、違う、あれか、銃弾戦のやつか。大将さん、 M リーグじゃなくて。ユッキーさん、アリスさん、フジモンさん、コラボありがとうございます。あ、くしゃみ出そう。あ、すいません、やばいっす。ちょっと毛が回ってきました。今日はクリームシチューを作った。心いいな、温まって美味しかったって。いいな、羨ましい。クリームシチュー私もめっちゃ好きだから、もうそろそろお家、東京のお家でも作ろうかな。虹色さん、ファントムさん、かんちゃん、ペクポアさん、エイジさん、グッチ、ヤック、ひでますさん、マレーさん、ありがとう。ユッキーさん、ハートありがとうございます。ひでゆきさん、コウモリありがとう、ありがとう。HK さん、まみしばさん、ローマ字のやすーさん、ひらがなのフジモンさん、ネイキッツさん、大工さん、三等賞さん、あんちゃん、かのうさん、ゾウさん、ビッグスターさん、ありがとう。秀幸さん、おかきさん、桜タイガーさん、ありがとうございます。りょういちさん、じんさん、ありがとう。久しぶりにイベント見てきました。あれ、今日来てくれてた。ポップマスターさん、りょういちさん、てらっちさん、まゆまゆさん、ザッキーさん、クラッシャーのぶさん、ありがとう。野球が面白すぎるって。あ、野球やってんだ今。そうか、いいね、みんないろいろ見とるわ。ファントムさん、ありがとうございます。2日間させてもらいましたが、久しぶり、私自身もすごい皆さんとお会いできるのまた久しぶりやったし、愛媛ですごい楽しかった、嬉しかったです。ありがとう、ファントムさん、嬉しいな。じいさん、ありがとうね、来てくれてて嬉しいです。こえぽんさん、ヤマピーありがとうございます。今日配信しながらみんながあげてたひなおちゃんの写真見てた、ありがとう。え、すごい綺麗にさ撮ってくれてるよね。なんかみんなカメラ持ってきてくれてる人もいたりとか、あの普通に携帯でもすごい綺麗に撮ってくれてて、すごいな、ありがとう本当に。なんかなかなかこう1分間しかなくて、1台に、だからみんなの方向を向けなかったと思うんですけど、そんな中めっちゃ撮ってくれてました。皆さんありがとうございます。千葉さん、ユッキーさん、あ、そうなんだわ、お仕事お疲れ様です。来てくれようとしてたのね。そうか。ブレイブさん、トゲありがとうございます。今夜も元気です、余韻浸り中。ユッキーさん、プチありがとう。ファントムさん、お疲れ、10個もありがとうございます。ウテンさん、ありがとう。ケンジ花束ありがとうございます。デメキンさん、ブーちゃんさん、ありがとう。こんばんは。ケンジお弁当箱ありがとうございます。
野菜炒めさん、ありがとうございます。体に気をつけてください。体はめっちゃ元気よ、本当に。ちょっとアレルギーが出てくしゃみが多いかもしれないですけど、すいませんね。流星さん、おひつりさん、ありがとう。リッキーさん、ありがとうございます。今日ライブの会場の下が雀荘で階段で整列しながら見てたらやりたくなった。ライブの会場の下雀荘だったんだ。いいね、それはライブ見終わった後そのまま行けるじゃないか、なげさん。ローマ字のマサさん、ありがとうございます。バンクーバーさん、ありがとう。わ、いいな、ポップマスターさん、ツーショット写真会。あ、よくあれだ、あの席と席でこうテーブルでお話しして写真撮るやつやない？いいな。バンクーバーさん、ロッピーさん、ありがとうございます。佐賀のフェスに向かいながら昼イベなら愛媛も日帰り可能だったと気づいたとです。佐賀のフェスに行ってるの今？何のフェスやろう。海芝さん、プチ、あ、こちらこそ2日間ありがとうございます。本当にありがとう。いや、こちらこそ。ほいで、あのちょうど今日お誕生日ということで、お誕生日にお会いできました。おめでた。これはバースデーソングを歌っていい時かしら、いるかしら今。まーちゃん、ごえもんさん、あきえもんさん、ありがとう。大将さん、プチ、ありがとう。2日間とも洋服も可愛かった。あ、ありがとう。今日の白いディズニーで着てた服好きです。あ、嬉しい、ありがとうございます。あれはね、あのお友達とお揃いの服ですけど、の109行きたいって友達が言ってて、あ、行こっかって言って、たまたま可愛いねって言って見つけた服なんですけど、そこでね試着して2人で、色もね5種類ぐらいあってね、めっちゃ悩んだんですよ。あ、今日着てた服ね、結局白と黒にしたんですけど、他もねピンクとかねオレンジとかもありましたね。色めっちゃ迷った。ケンスケ、ありがとうございます。ありがとう。疲れなかった？あ、全然。皆さんの方が疲れてないですか？あの来てくれた皆さん、暑かったし、あの私はこう待機させてもらう場所があったけど、みんなこう朝からいろいろ来てくれてる人もいたから、お昼か、お昼から。白熊さん、ターコズさん、ありがとうございます。ポンさん、底辺生活さん、ありがとう。はなちゃん、多く作りすぎたら食べに行くからね、言うてくれとるわ。クリームシチューですか？みんな食べに来ますか？お、のりたーまー来た。あ、もうあれか、今日帰られとんや。お疲れ様、のりたーね、2日間ありがとうございます。本当に嬉しい。りょうちゃんさん、かぼ、かぼちゃん、ありがとう。ふーりんさん、小説家さん、ありがとう。ポップマスターさん、今日で900回なんだ、ありがとう、嬉しい。1000回目は2月くらいですかねって。1000回訪問、そっか、あと100日だからそれぐらいかね。あら、ありがとうございます。毎日ありがとう、本当に。お、バクさん、ありがとうございます。昨日は久しぶりにひなおさんを近くで見られてよかった。ありがとう、来てくれてて。いや、昨日も今日もすごく天気良かったですよね、ほんと。スイさん、プチ、ありがとうございます。総合フェスティバルは民謡コラボメインって、あの民謡ではないんですけど、沖縄のね歌を少し歌わせていただけるということで、その三味線の
三味線、あ、三線か、三線の方と、あと太鼓の、その沖縄の太鼓の方のたちと一緒に一曲歌わせていただきます。なのでそれをお話があるかは分からなくてね、そう少しこうお話できる、あ、その皆さんの前でお話できるかなとは思うんですけど、そう歌メインでその日はやらせていただきます。え、ほんまに漠さん、あら、ほんと全然あのお話したかったです。バークさん、ありがとうございます。金ちゃんさん、ありがとう。あ、りなさん、あ、こちらこそありがとうございます。りなさん、今日は可愛かった。お、バンクーバーさん鍋作って食べてるんだ、いいな、お鍋いいな。私今日はね、お好み焼き食べました。すごいなんか無性に食べたくなっちゃって、夜ご飯はお好み焼きです。あ、でもお昼はね、その今日の会場のこうレストランというか、マテラの森っていう会場でイベントしてたんだけど、そこはあのバーベキューもできるようになってて、でいろいろこうあのご飯も置いてってね、そこの豚丼頼んで食べました。美味しかった。あ、頼んでというか、その会場のあの今日のイベントの主催者さんたちに、あの豚丼食べてください言うていただきまして、食べました。美味しかった。おひつりさん、プチありがとう。ひなほとフェラーリかっこよかった。え、マジ、ありがとう、嬉しい。おひついさん、ありがとうね。ようちゃん、あ、こちらこそありがとう、連日お疲れ様です。ワイはなおちゃんが上げていた写真がめっちゃ良かった。あー、めっちゃ綺麗に撮ってくれてたよね。いや、でもみんな本当に綺麗に撮ってくださってた、本当にありがとうございます。皆さん、みんなの写真本当保存、めっちゃ保存してて、もうどれをこう載せようかも全部載せたかったんですけど、そうなんですよ。フジモンさん、2週とカウントありがとうございます。ひろくん、プチありがとう。ひろくん、お、 TikTok コメありがとうございます。今日もちょっと短いんですけど TikTok 載せとれますので、よかったら見てください。ひらがなのカズさん、ありがとうございます。お、サイノさん、あ、来てくれてましたね、ありがとうございます。あら、嬉しい。ピカルンさん、プチありがとう。ピカルンさん、お、ストリートくんもありがとう、嬉しいね。ノリターマ、プチありがとうございます。あ、マミシャニ、タカヒロ、タカヒロ誕生日おめでとう、パンチボカン、おめでとう。そうよ、みんな1分間のうちにあれ撮ってくれてたんでしょ、すごいよね。ミミックさん、いらっしゃい、ありがとうございます。リラックマ、いらっしゃい、ありがとう。あ、マミシバさん、尊い、めっちゃいただいとるわ、ありがとう、尊い、あら、嬉しい。あ、ありがとう、めっちゃいただいとるやん、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、本当に。すごい、かわいい、もうありがとう、かわいい、まめしばさん、ありがとう。バリンチョさん、こんばんは、ありがとうございます。おっきいさん、いらっしゃい。せっかくひなわちゃんに昨日祈ってもらった、あ、それは無理せずに、本当にお大事に。38度、なおですか、あ、昨日か、あ、違うね、今だよね。無理せずに、おきいさん、豆柴さん、レインボースターもめっちゃありがとう、たくさん、嬉しい。厚底ブーツで10頭身くらいになってたね。そうだね、今日というかこの秋ずっと履いてるブーツがあって、それが5センチくらいあの高くなるやつだから、足が63くらいあるんですよね、身長が63か4かぐらいあるんですけど、
だから68とか69ぐらいになってましたね今日。170近くでした今日の身長巨人かあ、バルチャーさんかな、バルチャーさんで読み方当てるかな。ありがとうございます。あ、ジンさん大人っぽくなってたって、あ、ありがとう。あの今日と昨日で結構なんか雰囲気変えたいなと思ってて、昨日はちょっと黒っぽい可愛い感じの服を着て、今日はちょっと大人っぽい感じにしたいなと思って、白の大人っぽいやつで、髪もねメイクさんにちょっと巻いていただいて、あ、今はもうお風呂入っちゃったんで、あの下ろしてるんですけど、はい、やってもらいました。ジークさんこんばんは、ありがとうございます。アマトーさんありがとう。サカピーさんめっちゃね天気も良くて楽しかったです。のりたまレインボースター10個もありがとうございます、嬉しい。あ、ムラチン、ここはねきなこの方のお家やで。こんばんは。のむさんいらっしゃい。あ、リスさん、リスさん、はじめまして、ありがとうございます。こんばんは。お、ひらがなのカズさんありがとう。マテラの森イベントありがとうございます、嬉しい。あ、なおちゃんありがとう、今日はありがとう、昨日もか。麦さん、カズヤさんこんばんは、ありがとうございます。あ、豆います。お、じゃあちょっとお誕生日お祝いします。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear マミシバさん、 Happy birthday to you。 おめでとう。わーい、マミシバさんおめでとうございます、お誕生日いつもありがとう。ヤマピ、花束ありがとう。あ、虹色さん、花束パサ10個もありがとう、すごい。あ、2日間美容の話いろいろ聞けたり、撮影会に参加できて本当に楽しかったです、お疲れ様でしたって。あ、こちらこそ2日間来てくれて嬉しかったです、ありがとうございます。それにすごく素敵なあの綺麗なお写真撮ってくれてありがとうございます。本当にめっちゃ綺麗、画質めっちゃ綺麗な撮ってくれてて、いっぱい保存させていただきましたエイジさん2週とカウントありがとう。ユッキーさんセミありがとうございますそれは恐れ多いわ。ロッピーさんありがとうあ、よく見ますね本当に、今田美桜さんの CM、 スーツ着られて出られとる CM 見たな最近。あ、パーソナルカラーのパステルはひなほちゃんとしてはしっくりくるのかしら。今日のこのイベントでね、あのパーソナルカラー診断をやってくれるブースがあって、すごくない？で、私初めてやってもらったのよ今日。なんか私今まで結構なんか何回か自分のパーソナルカラーってなんだろうって配信でも何回か言ってたと思うんですけど、こう春夏秋冬って分かれてて、春はすごい暖かい暖色系の色が似合う顔、夏はなんか爽やかでなんかこう爽やかな色、まあ、水色青とか、あの薄くて爽やかな色が似合う人、秋はなんかちょっと濃くて落ち着いた色、なんかもみじ色とか赤でもちょっと暗い赤とかが似合う人で、冬がパキッと真っ赤とか真っ白とか真っ黒とかが似合う人っていうので分かれてるんですけど、こう人の顔ってどれかに分類されるんですよ。で、今日それ診断してもらいました。何やったと思う、みんな。バリンチさんフル、ありがとうございます。
広い世界の真ん中お月様、僕の世界を照らしてよ。何もかも嫌になって逃げ出すのか。ありがとう。あ、そうだよね、ケンスケ。椅子なかったよね。あの、お手洗いの方は何個かあるけど、それ以外ないもんね、本当に。あ、なおちゃん、使わせていただきました、お写真。ありがとうございます。あんちゃんさん、本当？ありがとう。嬉しいね、そう言ってくれて。ドナルドさん、2シュートカウントありがとうございます。ユンユンさん、コウモリ、ありがとう。お、秀幸さん、フル、ありがとうございます。全部終わったら君の隣が着地点、ちょっとまぶたに着して次回のキスは黒いドレスで。ありがとう。ワンガンさん、セミ、ありがとうございます。今日も野球延長戦まだやってる。え、まだやってるの？結構長くない？そうなんだ。すごいね、白熱してるね。福岡県の人口は500万人なのに。え、500万人なんだ。え、お、多いことない？めっちゃ。感染者数が100万人。え？超えた。え、福岡の500万人中100万人がってこと？ 5 分の1ですか？あら、へえ、そうなんじゃ。知らなかった。なおさん、プチ、ありがとう。なおさん、兄さんさん、暇なんで。あ、あのアナウンサーさんとですか？なんかみんなさ、今日、あの今日来られてたアナウンサーさんと、昨日来られてたアナウンサーさんとさ、写真撮ってたことない？写真撮ってたでしょ、みんな。ようちゃん、カウントありがとう。イベントではお弁当とかケータリングの食事はあった？そう、あのだから今日お昼その豚丼を食べさせてもらって、会場で。昨日はね、お弁当を用意してくださってました。そのお弁当もめっちゃ美味しくてね。どこのお弁当やったっけ、めっちゃ美味しかったんよ。大将さん、セミ、ありがとうございます。ひーにゃん、マミちゃんが一番好きだって。大将さんより。ほんと、チワキングさん、ありがとうございます。ひなほちゃんの顔見とるだけで気分が良くなるって言ってくれた、ありがとう。あ、ブルームーンさん、フル、やった、ありがとうございます。ブルームーンさん、今日もなおちゃんさすが晴れ女ですなって。よかった、本当に。なんかね、私最近雨女なんじゃないって思うくらいね。なんかプライベートで、だからその友達とディズニー行くとか、友達とその旅行するとか、そういう時はね、なんか雨になりがちで、なんかライブの時とか、イベントで、お仕事でこうイベントで出る時とかは晴れるんですよ。だからもしかしたら私が晴れ女なんじゃなくて、なんか来てくれるみんなが晴れ女、晴れ男説があるっていう。私なんかほんとね、最近 雨降るんですよね、遊びに行っても。なんでだろう、最近だけどね。ユッキーさん、足もです、会いたいです。ユッキーさん、アメマさん、いらっしゃい。カルビさんに、フジモンさん、わーい、フル、ありがとう。今日もありがとうございます。若井さん、ローマ字の流星さん、ありがとうございます。マミシマさん、セミ、ありがとう。お誕生日に
推しに直接お祝いしてもらえて本当に幸せな一日になりました。今日はありがとう、本当におめでとう、ありがとう。おかむさんありがとうございます。終わりました。あ、まささん来てくれてましたね、ありがとう。あのトークショーの時もようみんなの顔見れてましたので、今日はあんちゃんさん、カウントとセミありがとうございます。そうやって、ケイスケありがとう。ケイスケ、沼津さんいらっしゃいね。ファントムさんめっちゃ肉厚だったよね、今日の豚丼食べました。イナッチさんいらっしゃい。ヨッピーさんフルやった、ありがとう。ヨッピーさんフルだわ、ありがとうありがとう。お、豆し、あ、違う、体調か、体調。今日は豆誕生日にお豆をいっぱい食べましたよ、だって良きことじゃん、仲良いな。ヨッチさんいらっしゃい、ありがとうございます。じゃんひなほ見たかった。今日もちょっと付加させていただきました、あの黒いフェラーリかな、黒いフェラーリちょっとエンジンかけさせてもらった。ヨッチさんいらっしゃい。おひつりさん、セミありがとう。今日も僕はクリームシチューをご飯にかけて食べます。それはちょっと分かり合えない。いやでも美味しいんだろうね、ご飯にかけてもクリームシチュー。ごめんなさい。ケンスケフルありがとうございます。わ、ありがとう。きなこの元気な声が聞こえる、うん、多分母がご帰宅なさったので。ヒロさんこんばんは、ありがとうございます。お、ユッキーさん TikTok ありがとう、見てくれて嬉しいね。今日もトゥル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 、エイジさんありがとう。あ、待って、不滅のあなたで始まったの今日、やばいやばい、見たい見たいのに見ないと。隊長セミありがとうございます。今日もひなほエンジン全開ですね。はい、ブオーン。ローマ字のマサさんフルありがとう。今日もありがとうございます。あ、アリスさんもフルだ、ありがとうございます。声声、あ、そうです、村重アンナさんと同じ事務所でさせていただいております。そうなんですよ、すごいことだ。虹色さんセミありがとう。ヒーニャクリスタルマメシャンのハートにズッキュン。いや原型ないなってきよるがね、それ。あんたは昨日と同じ動きやね、きなこ。きなこ、あ、きなこ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 、はい、きなこ。あはってやめて。あはってやめて。母が今世紀最大のあが出た。みんなにこのさ、下のこのめっちゃダサいさ、このパジャマ見えたかな、見えた。大丈夫大丈夫。一番焦らないという。まさか TKD さんが晴れ女説、それはあると思う。それを最近私ずっと思ってて、私が晴れ女じゃなくてマネージャーさんの TKD さんが晴れ女っていう説がある。みちゃおさんいらっしゃい、ありがとうございます。ジャンさん、あ、かおりさんのルームよりカウントありがとうございます。かっこいい車と
かっこいい車とひなほさんの写真お似合いですねって、ありがとうございます。みんなのあの技術がすごいんやで、ありがとうございます。ちゃんさん大将さんフル、ありがとうございます。いつも優しいド M なまみしばさんに、ひなパンチ、ひなパンチ、ひなパンチ、よき。あのハイパーカーたちを1台もらえるとしたらどの車にしますか？もらえるとしたら、いやでも GTR かな。もうかっこよすぎた、本当にめちゃくちゃかっこよかった。あの世界に50台のロボリンさん、いらっしゃい、ありがとうございます。86さん、ありがとう。あの写真見てくれたのかな。ドワーフさん、ありがとうございます。ゆいさん、こんばんは、ありがとう。パーソナルカラー白なイメージ、白というとなんか白でもめっちゃパキッ、濃い白か薄い白かで、あの春か冬か分かれるんでしょう。またどういう白かによってまた変わるっていう、難しいよね。ぬくもりさん、セミ、ありがとうございます。マメタンの明日を占ってくださいむずいわ、それもうそれだけで1時間終わってしまう。ぬくもりさん待って、ムラチフル、ありがとうございます。マミさんに稲ズキュン、消えちゃうコメントが、ごめん。マミさんの、あーでもここにはないわ、タロット。あでも一応持って帰ってきてたんだけど、ひなほ城に置いてるかな。いやこっち持って帰ってきてるかな、どうだっけ。やりたいけどね。波芝さんフル、ありがとうございます。ありがとう、めっちゃ嬉しい。中継豆こうって言ってくれたんやけどジェームスさん、ターさん、ありがとうございます。え、ナオさん、ニエさんさん、自分のパーソナルカラー濃い青ですか。じゃああのウィンターだ、ナオさん冬だ。え、かっこいいじゃん、冬めっちゃいいんだけど。たくさんフル、ありがとうございます。こいこいこい、ありがとう。トキキさん、いらっしゃい、ありがとうございます。ユッキーさん、バンクーバーさんフル、ありがとうございます。トライセクター、声に気がついたのはヘッドホンをしてたから、影を見つけたのはサングラスかけてたから、ありがとう。あ、バンクーバーさんおかえり、フルありがとう。かんちゃんもフル、ありがとうございます。ひなほさんの冷蔵庫にはいろんな種類のトマトが入ってるいやそうよ、今日トークショーでさ、あのもう私トマトしか食べてない子みたいになってるからさ、あのちゃんとあの他のものも食べてますからね私。あでも一応そのトマトはいろんな種類あります。トマト本当に好きで、大きいトマトも小さいトマトも好きで、どっちも冷蔵庫入ってます。今フルーツトマトも入ってる、いっぱい入ってます。トマトはね、なんぼあってもいいですからね。おきおきっけさん、いらっしゃい。ロボリンさん、ありがとう。ヤマピーめちゃくちゃ豚丼美味しかったです。いつ行っても食べれるので、ぜひ次あの愛媛にもし来てくださったら。あ、ここまで読めてた。ちょっとさっきね、天使のお熊いただいたって見えたんだ。ストリートくん、カポ。あ、ノブさん、レインボースター、ありがとう、めっちゃいただいとる、ありがとうございます。ファントムさん、音符。あ、天使の奥間、ありがとう。あ、そうやった、ありがとう、ありがとうございます。天使の奥間、ひでゆきさん、流れ星ありがとう。たくさん、ああのハロウィンありがとう。猫に幽霊、
ありがとう。おさむさん花束、たくさんカボ、ありがとうございます。かなおさんだるまレンジャー、コテ、ありがとう。しげとさん音符、ありがとうございます。隊長レインボースター、ありがとう。隊長花束、ありがとうね。虹色さんハート、ありがとう。めっちゃいただいてた。よいしょ。やばい、コメントが。なおちゃん早起きできる方ですか？いや、私朝弱いですよ、めちゃくちゃ。あの本当にね、最近アラーム音に気づかなくてね、危ない、本当に危ない。なんかやっぱ意識しててもね、なんか、ちょっと待って、ごめんなさい、毛が入ってた。あのやっぱ意識しててもアラーム音が聞こえないし、それが不安で寝れない。なんかアラーム音に気づかなかったらどうしようみたいになっちゃって、夜寝るときちょっとね心配です。そうなのよ、今日は特にねずっと聞こえなくてね、アラーム本当にやばかったんですよ。どうしたらいいんだろうね。ゆうじろうさんありがとうございます。漢字のゆうじろうさん、はじめまして、こんばんは。エスペランサさんありがとう。今日日中が暑くて長袖着なければよかった。今日めっちゃ暑かったですよね。確かにね、暑かったよね。仕事だと晴れて遊びだと雨になる、そうなのかな。確かに、ケンスケ。そうね。お、いおりちゃんさんはじめまして、ありがとうございます。いおりちゃんさん、オートポリスの時天気良かったね。そういえば、おひつゆさん。あ、そういえばそうだな。あ、天、良いというか、曇りくらいかな。ひらがなのカズさん、セミ、ありがとうございます。愛媛の民謡。はぁー、天界したよ、どこのお湯は。ありがとう。三等賞さん、フル、ありがとうございます。声声57分、あ、やばい、ありがとう。よしぽんさんいらっしゃい。なおさん、にいさんさん、フル、ありがとうございます。豚丼食べてたら偶然おひながテラスで食べてるのを見ながら食べてました。え、マジ？いや、そうなのよ、豚丼いただいてた。車系の歌なんかある？車の歌って何？え、ちょっと教えて、車の歌。車の歌全然思い浮かばないんだけど、なおさん。車、あ、緑の中を走り抜けてく真っ赤なポルシェ、これや。カノンさん、奥様、フル、ありがとうございます。今日もきっと感動泣きしてる豆柴さんに、ひな、熱、ひな熱視線って何？見ています、豆柴さん。とろけるさん、セミ、ありがとうございます。あ、サカピーさん、フル、ありがとうございます。どのフェラーリもお似合いでしたが、個人的にミキャンフェラーリ、あ、あれですね、レーシングカーですね。レースに出られとった、スーパー GT で走られてたんですよ、あの車。すごいよね。いや、もう本当嬉しかったです、お会いできて。あら、嬉しいわ。レイさん、こんばんは、ありがとうございます。ジェームさん、セミ、ありがとう。パジャマ見せてください。いいですよ、あの次もし立ち上がるときに。明るい家庭ですね。ありがとうございます。それは嬉しい。
下履いててよかったです。履いてないことなんてありませんよ本当に。おしゃれではないですけど、いつも下ジャージとかですけど、いつも今日なんかちょっともうみんなをバカにしとるんかみたいなパジャマなんですけど、ちょっと後で見てください。あ、しげとさんありがとうございます。ムラピーさんフルありがとう。今日もあ、ムラピーさん診断されたんですか。私もスプリングでした。ひなおちゃんのお洋服参考にさせていただきまして、そう私もスプリングだったんです。春だったんですけど、わあそうなんですね、一緒だ。やっぱなんか薄い色が顔が明るく見えるみたいで、そうなんです。ムラピーさんも春か、一緒だ。夏香さんカウントトップチありがとうございます。お、ポブマスターさんじゃんじゃん隊長フルありがとう。今日も何は何のごとのは何のごとのつ、え難しい。津軽弁は何のごとのつ、好きだんだばって、もう意味もわからんけど津軽弁なんやこれ、すごブレイブさんフルありがとうございます。気持ちの持ちようで運気は変わるんだよ、ポジティブ思考でいこうって。そうだよね、でも私は本当にポジティブだけが取り柄やで。もう本当にポジティブで生きとるで日々。ジェームスさんぜひまたお待ちしております。おやすみ。そう白でも200色あるんやで、トゲ。 GTR を好きな色にできるなら何色にしたい。でもやっぱ黒がかっこいいなと思いましたね今日見て。あでもどうだろう、何色がいいかな。お猫さんその通りです。私第一がスプリングで第二がサマーです。すごいね猫さん。あら猫林さんサイプチありがとうございます。何手引きって何、優しい豆たぶんってそれコーヒーってこと。豆柴さんは焙煎していいってこと、豆柴さんを。豆や、あ、ぬくもりや、もうすぐ豆が引けるよ。虹色さんフルありがとうございます。ありがとう。ネイルさんこんばんは、ありがとうございます。いやファントムさん乗る予定ないですけど、車の雑誌乗れたら嬉しいな。ネイルさん豊かありがとう。ひろくんおやすみなさい、お仕事お疲れ様。わあ赤いいよねロッピーさん。ほう。お、ヤマピーもカラー診断。なんかヤマピーは秋っぽいな。ハイパーカー持ってても日本だと120キロまでしか出せない。あ、そうなんだ。え、逆に120キロ出せるところあるの？敷地内とかかな。おひつりさんフルありがとうございます。ひなほはどのドラッグストアが好きですか？そうよ、今日はやみちゃんさん、やみちゃんがトークショーでめちゃくちゃレディー薬局って言っとったからね。私も最後はレディー薬局めっちゃ押して帰ってきたけど。いや、いいですよね。そうよ、私はでもすごいね、いろんなドラッグストアにお世話になっているわ本当に。マスクはこことか、なんか薬はこことか、ちょっとなんか分かれてるかもしらん買うところが。エスペランサさんカウント
ありがとうございます。ブラックサンダーきなこ味、どういうこと、食べてるの？エスペランサさん、こえぽんさん、フルありがとう。今日もこえぽんさん、村上さんいらっしゃい。え、待って、ようちゃん何の曲だっけそれ。フルありがとうございます。エクストラ、あ、待って、エゴイストさんかこれ。あ、で、と、え、待って、思い出せない。え、その歌詞あったよね。え、それエゴイストさんですよね、ようちゃん。うわー、ごめんよ、メロディー思い出せない。トマト苦手なんですが、どんなおかずにしたら好きになれますかね。なんかトマト苦手な方ってね、なんか加熱したら食べれる人多くないですか。なんかケチャップというか、ケチャップとかミートパスタとか、あとミネストローネとかピザとかにしたら食べれるっていう人が多いから、なんかそんな感じでちょっと潰してみたり煮込んでみたりしたら食べやすくなるんじゃないかなと思うけど。そう、やみちゃんはねトマトが嫌いって言われてましたもんね。さとしさん、こんばんは、ありがとうございますね。皆さんが写真載せてくださってました。ひこにゃんたさん、あ、ありがとう。今日もそう、アラーム音ね変えてみたらどうってね、それあのおばあちゃんにも今日言われて、祖母にも。でなんかいつもおじいちゃんがあのよくこうお仕事の場所まで連れて行ってくれたりするんですけど、だからもうアラーム音をおじいちゃんの声にしようかみたいになって最後まだしてないけど、なんかおじいちゃんが怒っとる声ちょっとこう録音させてもらって、それをねアラーム音にしたら起きれるような気がする。私すごいびっくりして起きると思うんですけど、でも心臓に悪いなと思って、それもちょっと今考えてます、何の曲にするか。あ、ヤマピーもありますか、目覚まし聞こえないまま寝てるって。寝てるというか気絶してるんだろうねって。あ、そうなんかな。でもその時は本当に深い眠りできてるんだろうなって思って、自分ですごいなんか起きた後はなんかこう眠くなったりしないんですけどね。アントワーヌさん、フルありがとうございます。豚丼は何杯お召し上がりになりましたか。何杯も食べる子やんそれ。でも本当にリアルに3倍ぐらいいけそうでしたね、今日の豚丼は。ちょっとボリュームあったけどね、美味しかった、めちゃくちゃ。そう、たくさんアラームかけてたんですよ。1時間もう絶対起きんといかんから、1時間丸々5分ずつこう鳴るようにしてて、それ全部気づかなかった。そうね、エルさん、ハイパーカー乗せしていただいてました。昨日のお洋服好きです、ありがとう。ひこにゃんたさん、嬉しい。しげきさん、ありがとうございます。お、すえさん、セミありがとうございます。今週は愛媛在住、あー、うーん、愛媛にこう行ったり来たりとちょっとさせていただくかな、あのこれから近日は。ゆうすいさん、お仕事で何回来られるの、すごそれそれそれやそれその歌やって、なおさん。キャッツンさんいらっしゃい。トゲフル、猫さんもフル、ありがとう、ありがとうございます。あ、のんちゃん、な、大天使になってるじゃん私。ありがとう、今日は可愛かった、のんちゃん。まささん、プチありがとうございます。明日もお休み、ゆっくりしてねって、ゆっくりしてね、よしんこ。
2連休言われとりましたね。あきえもんさんほぼフル、ありがとう。声声、あ、豆柴さんおめでとう。ライブはライブ、楽しいこと嬉しいことばっかじゃないけど、ありのまま受け入れて今を生きよう。ありがとう。リュウさんセミありがとうございます。今日のお洋服もシルエット可愛い、そして今のパジャマも気になる。上はね割とこう良いなんだろう、パーカーみたいな着てるんですけど、下はちょっともう見せたい。浮遊物さんありがとう。やばい、21分や。ちょっと締めていきますね。む11号さんこんばんは、ありがとうございます。おお大工さんありがとう。3週とカウントと、まみさんにこれからもよろしくね、ありがとう。りょうたろうさん、スコールさんありがとうございます。ずっとショールームに入れなかった、やっと入れた。え、ありがとうスコールさん。そうなの、なんかあったのかな。小太郎さん 2.5 シュートカウント、ありがとうございます。腹めたらフル、ありがとう。今日も母を見てめっちゃ笑うひなおちゃん、かわいい。あれ笑ってましたありがとう。ローマ字のカズさんこんばんは。ひこにゃんたさんおやすみ。やっくんフル、ありがとうございます。こいこい、ありがとう。パントマさんありがとうすごい言うてくれて、やっくんフル、ありがとう。やっくんこいこいこい、ありがとうございます。のいちさんいらっしゃい、ありがとう。わあゆきさんいいな、ソーダートオンライン見に行くんだ。私も絶対近々見に行く。レアブドウシャンさんありがとう。こんばんは。ぬくもりさんフルね、ちょっと時間やばみや、ありがとうフル。コンドルさんフル、今日もありがとうございます。何、誕生日のまみしわさんが照れるくらいのレス、え、それは私も照れるんですけどキュッピー、まみしわさんおめでとう、ありがとう。ひなほちゃんフェラーリから降りるときにおいしょって言ってなかった、言ってたかも普通にね。おかめさんフル、ありがとうございます。ごい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 。エンジン吹かすときはオラオラって言うんですかって、え、なんて言ってたっけ、えい、ー、みたいな感じやった気がするこう踏んだ後、えい、ー、みたいな感じやった。スランプくんいらっしゃい、ありがとう。あ、なるほどね。また東京で会おうねって話にはならなかったって、あ、なりましたし、あのこっちにも、あのこっちでもいろいろこうお仕事させていただきたいですって、あのお話させてもらって、すごくあの何でもこう優しく返してくださって、嬉しかったです。太鼓の奥間ありがとう。ちょっと待って、おじいちゃんの声それはエモい。俺もおじいちゃんの怒ってるの欲しい
ばあちゃんに扉をどんどん叩いてもらうしか。まあそれトラウマないよ私。あのイベントの時ね、時間制限イベントの時ね、あの私が時間過ぎそうになったらドアどんどんされるという。うわ待って、その曲ね、ごめん歌えんわ。その曲私のね、あの幼なじみがめっちゃ好きな曲なんやけど、でも聞いたことあるけど歌ったことなくて。なぎさんフルありがとうございます。うわごめんよ。うわバンクーバーさん、それはめっちゃドッキリ、ドッキリというかびっくりするね。かけ忘れて平日昼まで寝てたって。ケイトクさんいらっしゃい、ありがとう。やばい、ありがとうございます。大文字のナオさんありがとうございます。ワンガンさんフルありがとう。今日もアナキーザ電車ヘッドホンのボリューム少しだけドキドキしながらちょっとずつ。ありがとう。ワン、ツー、スリー、フォー。A86 さんめちゃくちゃシート乗りやすかったよ、フェラーリの。すごい、のんちゃんありがとう、めっちゃ言ってくれてありがとうね。そう嬉しいわ、そう言ってくれて。しょうさんプチありがとうございます。きーちゃんはお夜食もらったんかな。えどうなんやろか、夜ご飯は食べとるはずやけど。北野マー君こんばんは、ありがとうございます。とろけるさんフルありがとう。こいこいこい。アラームの代わりに今世紀最大の母のあが流れ続ける目覚まし。いやそれで、それでは起きれんわ多分。おリラックもフルありがとうございます。何マミに愛のある目、目目何これ、目なんて書いとる、目つぶしか、目つぶビーム。アメシワさんフェラーリにお衣装は似合わないそうよな、剥がしのおばあちゃんそうよ、ほんとタイムキーパー、なんかほんとにピピピピピってなってるしね。そうなの。ローマ字のよしさん、あ今日もありがとう来てくれて。コロワンさんいらっしゃい、ありがとうございます。あ追いついた。カズレットさんこんばんは、ありがとうございます。オカペさんありがとうございます。今日の出来事はこの先の生きる活力になりました。ありがとうのんちゃん、こちらこそみんなからパワーもらいました。竹も頑張る、頑張ろうのんちゃん。あ秋の香りさん来てくださってる、ありがとうございます。配信者さんの香りさん来てくださってます。あ、ありがとうございます。ま、なんとセミまでしてくださってる、ありがとうございます。あら嬉しい、あら、ありがとうございます。ちょっと待ってよ、しばし読めてなくてすみません。ギフト虹色さん、おひつりさん、ハートありがとう。川崎さん、コウモリ、おひつりさん、バラありがとう。虹色さん、たくさんハート。のぶさんも音符ありがとう。ヤスさん、レインボースター。猫さん、猫ニコ番。リュウさん、尊い。ケンスケ、お芋。若いさん、かぼちゃ。ありがとう。ヤックン、だるまレンジャー。こて。あ、
ワンガーさん、うにょうにょ太鼓の奥間、ありがとうございます。嬉しい。ようちゃん、結婚して。大工さん、ブレイブさん、コウモリ、ありがとう。ファントムさん、ローマ字のヨシさん、おんぶ、ありがとうございます。では今日のお供タイム。今日のお供はね、前誰かがね教えてくれたんですけど、面白いやつ、森永のバナナ甘酒。あれ、これはもしや母が飲みたいと思って残してたやつを、もしや勝手に飲もうとしている私。久しぶりにこれが出てた今。まあでもちょっとコップに入れてね、ちょっと飲ませていただくんで、はい、すみませんが、はあ、気になってたよねこれ。めっちゃバナナ、すっごっ。あ、こんなもんにしとこうかね。このコップめっちゃ可愛くていただいたんですけど、これ見て、きなこのこの手になってるんですよ。この可愛くない？これありがとうございます。ということで、お供ある方一緒に乾杯。おいしい、おいしい。人の飲み物やけど美味しい。あ、バナナ結構効いとるなこれ。なんかほんとミックスジュースみたいな味するけど、ちゃんと甘酒ですね。美味しい。お、アスポンいらっしゃい、ありがとう。アスポン、そう、罰金案件だこれ。小説家さんフル、ありがとうございます。ありがとう。いや、美味しいね。じゃあちょっときのこがなんとか、あ、そうだ、今日のあの下のパジャマ、このまず上はね、このストゥーシーというところのちょっと良いパーカーです。こんな感じで後ろも大きく書いてて、とてもおしゃれなパーカーを着ているんですけど、下はですね、はい、ピンクのなんかすっとこどっこいしょみたいな名前のなんだっけ、なんかもなんかのやつです。でしかもこれ丈がすごい面白くて、こう下まであるのかと思いきや、なんか絶妙な、なんか膝丈みたいな絶妙な丈です。なんだっけこれ、すっとこどっこいしょじゃなくて、なんやんだっけこれ。これにこれはさすがに合わんやろうということで、はい、ちょっと見せたくなかったんですけど、いいちゃん、あ、はい、よいしょ、はい、いいちゃん、キニャ、なんかキニャは最近冬毛が生えてモフモフです。なんか一回り大きくなったって思ってたら冬毛でした。冬毛がいっぱい生えとります。おひげも長いです、きなこは。かわいいね。
ありがとう、きなこ。ほな、みんなとあっこしゅしてあっこしゅ、バイバイ。よいしょ、はい、よいしょ。そうなんよ、なんか眠そうでしたね、きなこ。では、あ、36分やって。すみません。お話に花が咲くとすぐ過ぎてしまうという。あ、そうそう。みんな捨ててこ。捨ててこです。何がすっとこどっこいしょよね、本当に。みんな知っとった、捨ててこって。恥ずかしいわ。猫さん、かわいい。ありがとうございます。あ、フードないやつですね、これ。この服ですね。うん。よし。では、ランキング読みいきたいと思います。ありがとう。13位、猫さん。ありがとう、猫さん。今日もたくさんありがとうございます。12位、やっくん。お、ありがとう、やっくん。嬉しい。今日もありがとう、たくさん。11位、ひでゆきさん。ああ、ありがとう、ひでゆきさん。嬉しい。今日もありがとうございます。10位、おひつりさん。ありがとう、ひつりさん。今日はありがとうね、たくさん。9位、こえぽんさん。ありがとう、壇上です。今日も京都で。8位、じゃんにゃん隊長。ありがとう、隊長。壇上いつもありがとうございます。ラッキーセブン。あ、にちいろさん。7位、たくさんありがとうね。明日はいい日になるぞい。6位、お、ワンガンボーイさん。やった、ありがとう、ワンガンさん。たくさんいただいてありがとうございます。5位、あ、のりたーまじゃ、え、帰宅中。あ、そうか、気をつけてね、帰宅。4位、たくさん。ありがとう、たくさん。お疲れ様。今日もたくさんありがとうございます。3位、ブルルルル、あぼん、のぶさん。やったー、のぶさん3位、ありがとうございます。わーい、たくさんありがとう。そして2位、ブルルルル、あぼん、ファントムさん。やっと、ありがとう、2位です。たくさんいただいてありがとうね。わーい、ありがとう。そして今日の第1位、プルルルル、あぼん、たか、まめしばさん。まめしばさん、ありがとう。1位だと。たくさんいただいておりましたね。ありがとうございます、本当にありがとう。1885名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。あ、みちゃおさんに、北のマー君に、ブレイブさん、大工さん、目玉コウモリ、ありがとう。ではちょっと遅くなっちゃったんですけど、最後一曲歌って終わりたいと思います。あの、ちょっとね、ほんと夜遅くなっちゃったので、ちょっとバラード系の曲を一曲歌えたらいいなと思いますので、何でもリクエストお待ちしております。リクエストタイム、よーい、スタート。ちょっと待って、これ使えるか心配だな。大丈夫かな。大丈夫か。よいしょ。すごい、私このノートめっちゃあのプロテスト受けるときに書いたノートが出てきた。これはもうほとんど一冊全部埋まってる。すごい、全部、もうこれ全部、これテスト勉強、プロテスト受けた時のやつですね。うわ、懐かしい。最後の2ページ余ってる。これに書こう。名前のない怪物。あ、ゴールド、ゴールド、ゴールドな。歌かっこいいもんね、あの曲。
星野キャラメルさんいらっしゃい。生き物係さん、桜、あ、プレシャス恋だろ、花束の代わりにメロディーを。大阪ラバー、君の名は希望、クリスマスソング、ウェイビーユア、ストーリー、ユアソング、君に何かを伝えたい、心なしね、でもその何かが、ロビンソン、ラブラブラブ、あなた、古田で新一さん、ありがとう、ぬくもりさん、ありがとう新一。あら、読めとらんかったね。努力の化粧ノートって、すごい、これすごい探してたんですけど、このチャックの中になんかノート入っとるなと思って見たら、それでした。瞳を閉じて、僕ノートそのノート視聴者プレゼントね。いやよ、めっちゃ汚いんですよ、ほんと殴り書きで恋に落ちて。ふなっちさん、こんばんは、ありがとうございます。人生リセットボタン、サイレントイブ、あ、サイレントイブね、忘れな、春の風を、タバコ、ラブイズオーバー、じゃあ決めますね。糸、プロローグ、天秤の歌、ワインディングロード、裸の心、明日への手紙、やばい、いい声ポンさんやばい、終わり始まり、ワンモアタイム、ワンモアチャンス、いいね。よし、うん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 、勢い良すぎた。どうしようかな。はみ出るのよくある。あ、分かってくれる？私めちゃくちゃこう勢いすぎてめっちゃこぼしてしまうっていう。